こんにちは、シュです。今日のね、夕方ぐらいに任天堂の古川っちがツイートしてたんだよね。社長の古川です。2015年3月に任天堂スイッチの存在を公表して以来、9年ぶりにスイッチの後継種に関するアナウンスを今期中に行います。うわ、マジかと思って、激アツだね。これ確かね、そのスイッチが出るときなんて言われたかっていうと、全く新しいニュアンスのゲームが出ますみたいな感じでスイッチが発表されたので、今回はどういう発表かっていうと、後継機って言われてるぐらいだから、まあ、2代目スイッチみたいな感じに近いなると思ってんだよね。だからなんかスイッチネオとか Wii から Wii U みたいに、そういう感覚だと思ってて、まあ、実際どうかわかんないよ。だからスイッチネオとかスイッチアースとかね、そういうのがつくと思ってて、だからその今あるこの任天堂のアカウントあるじゃないですか。で、それをその新機種にログインすれば、この私が今まで買ってるスマブラとか、あとピクミンとか、あとこのマリオカートとか動物の森とかも、その新機種でおそらくできるんじゃないかなっていう読みだよね。だから全く新しく例えばなるとするじゃないですか。そしたらこのスイッチのそのソフトとかも遊べないってなると、まそれはちょっときついなと思うんで、多分そういう仕組みに今後なってくるんじゃないかなと思って、いや、私は望むところはやっぱりその1台で全てを完結できる、もう究極生命体みたいな、もうカーズみたいなあれが出てほしくて、それ1台でスイッチも遊べますし、昔の DS のなんかポケモンルビーサファイアも遊べますし、昔のマリオも遊べますしみたいな、なんかそういう昔のを全てその1台で網羅できるみたいなことあったらいいなと思った。なんかスイッチもね、割と後半結構、おっ、ゾーマックス、スイッチも割と後半あれじゃなかったですか、64のソフトとかねできるみたいだから、いや、ゲームキューブのソフトとか、いや、それこそやらしてほしいよね。いや、そうなってくれるとマジ激アツだなっていう感じで、ちょ、また喋りたいことあるんだけど、もうとりあえずあちきのゴール、あ、いいね、めちゃめちゃいい順位ですよ。とりあえず4位ということで、とりあえず5位ということで OK。 で、そのツイートの続きに、また2024年後半のスイッチソフトラインナップをお知らせする任天堂ダイレクト6月に実施します。そこで後継機種は扱いません。まあ、だから新機種はね、何も触れないよみたいな感じだね。だったら超楽しみだ、6月の任代。今年のね、2月に確か任代あったんだけど、今年の2月ってソフトメーカーラインナップっていうね、他社さんかなをなんかソフトを発表するみたいな感じでね、だからマリオとかね、ゼルダとかスプラトゥーンとか、そういう情報はない任天堂ダイレクトだったんだよね。だからこういうなんていうの、任天堂さんの任天堂ダイレクトっていうのが去年の9月とかかな、最後にあったのが。だから9ヶ月ぶりぐらいで、いや、超楽しみだね。一応2025年の発売してるソフトっていうのがパッと思いつくのが1個しかなくて、それがね、ポケモンレジェンズ ZA みたいな、それが発表されてんだよね。で、それが発表されてた時に対応機種がスイッチってなってたんだけど、おそらくね、私の予想だとその後継種新型でもできるんじゃないかなと思ってる。っていうか、私スイッチでね発売する、もういてえなスイッチで発売するやつはソフト全部ね後継機種でできると思ってるから、だからこのね、任天堂ダイレクトで2025年に発売するソフトもね、発表されると思うんだけど、まあ、それもね、新機種でおそらくできるんじゃないかなって思ってるね、私の中で。お、あのヨッシー、かなりのやり手かもしんない。アイテムをチェンジしようとして、うわぁ、青コーラか。青コーラってあれだよね、自分持ってるといらないけど、誰かに投げてほしいっていうのはあるよね。その役目を誰かにいつも担ってほしいなっていうのがあって。で、そのね、新機種に臨むことはあんまりないんだけど、買えるようにしてほしいね。なんかもう、転売とかで買えないのがすごい嫌だわ。ねえ。で、予約もね、何店舗もしたくないよね。普通に純粋にね、店行ってもう1個買わせてそれで終わりですみたいになってほしいけど、まあ争いが激しくなるのかなっていう感じで、そこでね、そのスイッチが確かね、2017年とかだっけ発売してたんだけど、その時のその同時に発売されたソフトって何か知ってます？それがね、ゼルダとブレスオブザワイルド、あとワンツースイッチと、一応ボンバーマンの発表されたね。だから多分ね、その新機種が出た場合、なんかインパクトのあるソフトがおそらく同時に出るんじゃないかなと思ってて、まあ、それが、おお、キノコパラダイス、うますぎる、あれ今取られた、私、出るんじゃないかなと思ってて、まあ、ゼルダは多分ないんだよね、最近出たから。で、スプラもないと思うね。スプラもないと思ってて、まあ、マリオも最近マリオワンダー出たからないんじゃないかなと思ってて、まあ、私は一番濃厚なのは、まあ、ポケモンもね、そのポケモンレジェンズ ZA が出るからね、いや、ないんじゃないかなと思って、一番可能さんのは意外とドンキーコングなんじゃないかなと思ってるね。スイッチでドンキーコングって一回も、お前てめえ出てないんじゃないかなと思って、リメイクとか出てた気がするけど、その新作っていうのがなかった